今日は日の名の甘酢漬けを作っていきたいと思います。まずしっかり洗った日の名を葉っぱと根っこの方に切り分けます。で、根っこの先端のちょっと先端の方は切り落としときます。で、葉っぱとの付け根のところもちょっと汚い部分は取っておきます。で、あとはこう輪切りにしていく方法もあるんですけども、今回はちょっと、縦に切って 4センチか5センチくらいの、筒状に切りまして、で、さらにここからちょっと薄くスライスをしていきます。で、今回そう、日の名ってすごい色が綺麗なので皮ごと使っていきますので、最初にしっかりと洗っておいてください。さっとちょっと塩で揉んでアクを出しておきたいなと思います。 15g のお塩を入れます。で、今から葉っぱを切るんですけども、葉っぱを切っている間ちょっと塩をまぶしておくといいかなと思います。では葉っぱを切っていきます。と、根っことつながっていた部分を切ります。まあ、でもよっぽど大丈夫ですけど、もしここでちょっと砂とかが入っていたら一回洗っておくとよろしいです。で、これはまああと細かく切っていくんですけど、ちょっと包丁が、あ、まな板が狭いので半分に切ります。細かく切っていきます。で、またボウルの方に刻んだ葉っぱを入れておきます。もう一緒に同じように刻んでいきます。上の部分はアクが強かったりするので、今回は使わずにちょっと処分をしてしまいます。で、刻みましたらちょっと塩で揉みます。これも 15g 入っております。で、葉っぱの方がアクが強いのでちょっとしっかりめに揉み込んでおきます。先日大根の葉っぱの塩漬けを動画アップしたんですけども、あれと同じくらいに一旦ちょっとしっかりめに揉みます。で、大根の葉っぱの塩漬けは茹でなかったんですけども、こちらちょっとアクが強いですから塩もみした後にさっと湯がきます。だいぶ葉っぱがしんなりとしっとりしてきたらOK です。で、沸騰したお湯で茹でていきますので、ちょっとお湯を沸かしていきます。これぐらいの感じですね。では先ほどの塩漬けで塩もみした葉っぱを茹でていきます。はい。で、30秒茹でました。水気をしっかり切っておきますので、ちょっと冷水にとってから水気を切ります。で、先ほど、軽く塩まぶした株の部分ですね、根っこの部分、さっと水で洗います。はい。で、こちらが、さっと塩でまぶして水で洗ったもので、こちらが塩もみして30秒茹でた葉っぱの部分です。で、米酢が大さじ2と、砂糖大さじ2使っていきます。まずこちらの根っこの方を食品用のポリ袋に入れていきます。で、入れましたら次砂糖を入れていきます。で、砂糖が全体に行き渡るようにシャカシャカと揉みます。砂糖が全部行き渡ったら米酢を入れます。で、もう一度全体に米酢が行き渡るようになじませます。で、それから葉っぱも一緒に入れていきます。で、入りましたね。で、
全体に混ぜます。で、空気をなるべく抜いて、で空気をなるべく抜いて、このように蓋を閉じて冷蔵庫で半日から1日置いておくと、美味しい日の名の甘酢漬けができます。ではちょっと冷蔵庫に入れてまいります。冷蔵庫に入れておいた日の名の甘酢漬けです。こちらで完成となります。では早速盛り付けをしていきます。はい、では早速試食をしていきたいと思います。シャキシャキした歯ごたえで、もうアクもあまりなくて、すっきりした味わいで、とても美味しいかと思います。そこまでね、味付け濃くしていないので、もうお茶受けにパクパクと食べられちゃうくらいです。はい、ということで今日は日の名の甘酢漬けをご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。今後も野菜果物の豆知識、レシピをご紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。